言語学における支配とは、動詞、または前置詞が文の中で使われる際に、それに関係する文の成分の文法的性質を選択することを言う。特に屈折語で、このようにして文法的性質としての格が決まることを指す。例えば、ある動詞に対する目的語、または保護の取る格が決まるとき、この動詞は特定の格を支配するという。ラテン語では、 他同士はその目的語が対角となることを要求し、一方予覚は二重他同士の間接目的語に用いられる。日本語では他同士の助けるにあたるラテン語フェイビアは目的語を予覚にしなければならない。例えば、私はあなたを見るは対角手を使って手ビデオというのに対し、私はあなたを助けるは予覚ィビを使ってティビフェイビオという。これを同士フェイビオは 予覚を支配するという。このような例はドイツ語などにもあり、英語のヘルプにあたるヘルフィンは予覚支配である。これは、ラテン語フェイビオにしろ、ドイツ語ヘルフィンにしろ、多動詞ではなく、自動詞であるためである。ラテン語で同じ、助けるを表す語でも、味打たれやアイベルは多動詞であるため、対角支配である。日本語でも、同様に、英語では多動詞であるのに、 格助詞として、おでなく、にを取る動詞、乗る、従う、まさるなどがあるが、これらも全て自動詞である。前置詞も、英語では、目的格しか取らないが、言語によっては、様々な格を支配する。5つの前置詞が、複数の格を支配することも多く、この場合には格によって意味が異なる。例えば、ドイツ語で、 全知詞因を三角と共に用いるとの中で、に四角と共に用いるとの中への意味となり、それぞれを三角支配、四角支配と呼ぶ。支配という概念は、動詞、全知詞以外の品詞にも、また、角以外の文法範疇にも適用できる。例えば、ドイツ語やフランス語などでは、官僚の助動詞は、動詞の種類、形式に応じて、ハーベン、アブアオとザイン、 エトラを使い分けるが、これは動詞による助動詞支配ということができる。また、英語の形容詞本は前置詞を部に導かれる保護をとる。これも形容詞本が前置詞を部を支配すると解釈できる。ありがとうございます。